待って待って、俺絶対シンくん帰ってこれないと思うんだよな。最悪ね、あのね、座標を聞くことになると思う。座標ね、一応書いとくか。あー、ちょっと、めちゃくちゃお願いしたい。金属を手に入れる。お、すんだる。なんと、金属手に入れました。ナイス、ナイス。ちょっと、ちょっと、二人用にハサミゲットしとくか。いいね、ありがとう。え、マジ、あっち、あっち、あっちな。あっちよ、何にもいね。何にもいね。あっちな、何にもいね、マジで。わかるな、結構すんだと思うけど、一匹も見つかんない。あ、待って、いたいたいた。え、羊やばい、バカほどいる、バカほどいる。どこ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 。すごい、うん、3匹いる、3匹いる。とりあえず結構離れちゃってんだよ、ここ。マジか。でも、いや、ついに大きな一歩。ついにだ。帰ろ。え、待って、俺これ帰れるかな。大丈夫大丈夫、あの座標書いといたから。座標がな、座標があれば。でも座標に頼りたくない。俺は座標に頼りたくない。な、座標見よう。もう見るわ、ダメだ、終わった。もう早っ。話戻すんだけどさ、うん、ちなみにさとみくんは休み何やってんの？ああ、いや、なんかさ、俺休みマジでなんか休んだ記憶ないんだけど、うん、休み、いや、休みだったらっていう。休みだったら、うんうん、行きたいことしたいこと俺マジで分刻みで詰め込んじゃうの。あ、すごい。本当ね。そう、朝から夜まで本当にもうびっちり。もう朝8時に家出て、うんうん、もう夜の10時ぐらいまでずっと外いるみたいな。はあ、移動移動移動みたいな感じで。え、それはもうメモ帳に書き起こすぐらいな気持ちで。それとも、あの Google カレンダーにもう行くの、この時間にここに行って、こうこうこうで。やーば、もう全部プラン組んでやっちゃうね、うん、それ体力とか。いや、もうそこ関係ないか。うん、体力とか気にしないね。していないか。いや、そこちょっとすごいかも。いや、そこすげえな。でもなんかこうね、ここ行ってここ行ってここ行くくらいのスケジュールは決めるけどね。たまにあの体力尽きて途中で帰るから。諦めたっつってね。そう、諦めたっつって、はい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 、ここだけ行って帰ろうみたいな。あ、それはあるよ。でもその尽きるパターンもある。あ、それ、うん、それはあるけど。いや、でも分かる。まあ、その一日何もないとかってそもそもあんまないからさ。いや、そうだよね。いろいろ冷たくなる気持ちはすごい分かる。確かに確かに。おもろいよ、普通に。移動も終わって、そこ終わって移動して、終わって移動しての繰り返しだけどね。なんかそれ、なんか、なんだろう、いい意味でレースみたいな感じがして、なんか楽しそうだな。そうそうそう、なんか生きてる感じするよ、自分が。そう次みたいな。そう、うん、これはさ、実感する。生を実感する、その時。生を実感する、さとみくんいいな。マジマジ。なんかちょい休みぐらいな、まあ、夜空いてる時とかあったらね、ちょっと まずご飯行きましょう。行きてー。ちなみに好きな食べ物はあるの？いや、好きな食べ物は何でも好きなんだけど、うん、俺高級な食材あんまり味わかんなくて、うん、はい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 、あー助かる。カニとか、うん、うん、まあなんか別にカニじゃなくてもええなってなるんだよね。あー、なるほどなるほど。カニじゃなくてもええなってレベル。いや、なんかそのカニを食べたいと思わない。あー、そもそも ねカニを食べて得られる満足度を、なんかじゃあ他の食べた方が良いんじゃないかみたいな。あ、一人なら絶対カニ食べに行かないみたいな。はい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 。いや、この感じ、そのままカニ好きやな。いや、カニなんだろう、でも膨れないよね。いや、そういう話じゃないよ。いや、でもたまに行くとかだったら、いや、待って、もう言っちゃうわ、あの好きよ、うん、カニは。好きだよね。だよね。好きよ。でも反応がそうだったもん、絶対。好きよ。結構学生時代とかスシローとか結構行ってたんだけど、はいはいはい、カニ結構食べちゃってたかもしれないな。うわ、カニ好きやん。カニ好きだね。めちゃやん、もう。めちゃ好きな方。いや、でもイクラの方が好き。あー、わかる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 。イクラ俺も好き。カニはね、6位ぐらい、実は。あ、じゃあ、それさ、ベスト3、あの、寿司のネタベスト3ちょうだい。いやいやいや、ちょっとこれちょうだい、なんか。いやいや、ちょっと3人合うかなっていう。一番仲良くなれるやつや。ちょ、寿司のネタベスト3。寿司ローネタね。寿司ローネタ。いや、寿司ローネタだった。寿司ローネタ。寿司ローネ。いや、これどっちが悪い。俺の耳が悪いのか、滑舌が悪いのか。両方の耳と滑舌が悪かったかもしれない。さ、3位から？待って、3位からね。3位、ちょっと待ってね。寿司のネタやんね。寿司のネタ。はい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 。やば、ちょっと待って。まあ3位だから。うわ、こんなにサインを考える人初めて見たわ。オッケー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 。サインを考える人。なんか、いや、でも俺たちの、うん、まあ、ちょっと1回出すか。3位が決まった。俺の中で今日考えてなかった3位を。いくか。いける。これもうチームド S 揃うよ。いや、これ結構奇跡起こしたいね。これ起こしたいね、うん、起こしたいよ。じゃあ、せーのでいくよ。オッケーオッケーオッケー。せーの。
マグロ。え、なんつった、なんつった、なんつった、俺がネギトロ、え、相馬がマグロ、シュンエビ。エビだよね。あーエビか。シュンくんくん、カニ嫌いでエビ3位はねえだろ。こういうつながりでね、ちょっといろいろあって、エビも、もともと一番好きだったのよ、1位だったのね。あ、そうなんだ。あ、そうエビが、へえ、いっちゃうまいと思ってて、ただなんかその子供の時からなんかエビめっちゃうまいけど、この食べ物って食ったらめっちゃ体調悪くなるなって思ってて、あ、出た、そう調べたら、あのめっちゃアレルギーだったの。あー、いや、きついな、それ。3位に転落した形なのよ、これ。トマから触れてくる。マグロ？マグロだね。いや、まあ、なんかうまいけどね。うまいけど、まあ、一番こう塩梅というか、まあ、みんなが食べてるからっていうのもあるし、うん、普通に一番最初はまあマグロから手出すよなみたいなところ。はい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 。そうそうそう。あ、まあでもなんかそのマグロのジャンルをなんかすごく分けるんだったら、うん、確かに俺マグロ3位だったかもしれない。ちょっとしくったかも。え、じゃあもう今変えても全然いいじゃん。2位行きたいね。2位行こう。いや、ここはね、2位気になる。2位。多分。いや、これマジ勝ったよ。マジ勝った。ここまで来るとだいぶ。2位と1位はかなり分かりやすい。うん。2位行きますか。2位行こう。え、だってそんなに寿司ネタで尖ってるって感じでもないはずだから。ない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 、全然ない、全然ない。普通に うまいなってやつ。オッケー、じゃあ行くように。オッケー、行きます。せーの、いくら。サーモン。あー、おい、サーモン。うわ、ナイト。いや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 、なんでなんでな、なんで俺や。だってシュート被ったやん。いや、サーモン2位なの。サーモンは2位なのよ。上がるでしょ。いや、悔しいな、それ。サーモン俺4位だ。4位。違う、サーモン2位。ちょっと待って、4位。いや、これはちょっとサトミくん悪いっしょ。いや、でも待って、ちょ、1位はマジで会う自信あるわ。いや、でもね、1位は俺ちなみにサトミくんと会うかなって思ってる。ちょっと待って、やめて。ちなみになんで、あの、あれなの、いくら2位なの。いや、バカ、お前好きなものに理由聞くなよ。好きなものに理由聞くんじゃねえよ。そうか、そうか、そうか、そうだ、ね、そうだよ、お前好きだから好きなんだ。好きだから好きなんだ。なんか名言やな、マジで。確かそうだな。うん。え、しゅんくんさ、あの、白い羊毛ある、白いやつ。え、1個ならある。あ、OK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 。足りるかな。2人に、これ、足りる、足りる。2人にこれあげます。おい、じゃあどうしても緑色が作れない、うん、サボテンがない、うん、まあまあまあ、サボテンめっちゃ難しい。いやー、きれいだよ。きたきたきた、素晴らしい。いやー、よいしょよいしょ、きた、拠点が完成しましたと。これではい、最後ね、最後じゃあ気持ちよく第一の寿司3人合わせて、1位合わせて、うん、いや、これほんと、何、合わせる前にちょっと渡したいものあるから。渡したいもの、何、はいはいはい、ハサミ、ハサミ。あー、ありがとう、ちゃんとね、ちゃんとね。いや、嬉しい嬉しい嬉しい、ありがとう。よしよし、じゃあこれ運命が左右する、運命の。いや、これあのいっちゃん気まずいのが2人合ってるパターンで、わかる、さっきの俺みたいな。そう、今後の関係性に亀裂が走るかもしれない。さっきまだ2位だったからなんかうやむやにできたけど、これ1位でそうなっちゃったら気まずすぎるからね。今後。いや、いや、ちょっと待って、なんかあの気がしねえ。わかるわかる、気がしねえ。いや、でも多分、うん、もう先に言っちゃうけど、俺はもう合ってないんだよ多分、うん、え、そうなの。そうかもしれない、うん、ぜ、え、なんだろう、何言うんだろう、いくら、もしかして。じゃあもういくらなんだけど、いくらなんかい。ちょっとじゃあ逆に1位当てにいっていい、ちょっと逆に。あ、そうだ、いくらだからのことね。あ、はい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 、オッケー。じゃあ寄せてきてよ、俺かしゅんくんに。いや、ちょっと寄せるわ。いや、俺もうね、決まってんだよ、これしかない。あ、ガチで決まってる、頼むよ。待って、サーモンとかいろいろ、え、あと何があった。いや、オッケー、行こうよ。オッケー、じゃあ行くよ。はい、はい、じゃあそんな寿司の好きなネタ1位、せーの、循環巻き。解散だもん。お疲れ。誰も会わねえ。ふざけんなよ。なんだ縁側って。縁側は当たんねえよ。縁側は当たんねえよ。俺さとみくんのこと信じてた。いやいや、おかしいだろ。でも俺の言った答え聞いた。中トロよ、中トロ。とみんな1位。みんな1位でしょ、中トロは。じゃないだろ。ウニと縁側で自分の中でも迷ってたのよ。どっちでもなかった。じゃあ分かった、分かった、今からじゃあ俺が寿司の人気ランキング1位調べるから今。あ、なるほどね。世界の、世の中の1位見るから。絶対マグロ、それ。これで1位になったのが当たってたらもうね、はいはい、これもう勝者ですわ。じゃあいきます、じゃあ寿司人気1位調べます、せーの、はい。
あ、誰も解散だ、もういいわ、終わった。1位第1位第1位、サーモン。解散だ、解散だ、お疲れ、解散だ、ありがとう、解散だよ、ふざけんなよ、やってらんねえよ、楽しかったよ。みんなさん、もう前からの鮭借り尽くしてくれ今から。いかないでいかない。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。